こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出をやってみようと思っているなら、今すぐに始めた方がいいです。今すぐにオーストラリアアマゾン輸出を始めるべき理由は3つ。1つ目、アマゾンは実績重視。新参者には厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。まあ、中には、このバイグローバルというとこね、早めに始めていて、まあ、今は月賞、 1>, 1億円、えー、大体超えていると思いますでこういう、まあ、取引実績の多い出品者とバッティングした場合ですね、まあ、新規出品者はなかなか売れません、えー、実績があってね問題を起こしてない人を優先的に売ら,優先的に売らせるとでまだ参入したばかりで実績がない出品者は、まあ、できればあんまり売らせないというような仕組みになってますんでね、えー、早く始めて イ取りゲームの椅子を取ってしまった方がいいです。それとまだ始まったばかりでね、出品者が少ないんで、間違えた商品を扱っても多めに見てもらえます。これ今もうアメリカは、えー、かなり厳しくなっていて、売るべきでない商品を売ったらね、まあ、即退場という形になってます。まあ、オーストラリアの場合はね、間違えた販売の仕方しちゃってサスペンドになった方いらっしゃいますけど、 まあ、無事サスペンドも解除できてますんでね。やっぱり始まり立てっていうのは、まあ、えー、厳しくしちゃうと誰もいなくなっちゃいますからね。えーまあ、全然甘いという感じです。それと、12月26日のボクシングデーまで3ヶ月。ね、これは、あの、オーストラリアの、えー、一番の、えー、セールです、ねえー。26日明けの27日、ボクシングデーの、ボクシングデー明けのセールスというのでね。 去年は1日で2000億円売り上げてますそれだけ購買力があるね、オーストラリアの人たちが一番買い物をする日が12月27日ですんで、約3ヶ月あります。今から3ヶ月でそのアカウント作って商品を探していくというね、初めてすぐにボクシングで始まってもね、商品載ってなきゃ売れっこないんでね、それまでに商品を見つけて、 一番の稼ぎ時のチャンスをものにするというのでね、今すぐ始めた方がいいです。まあ、オーストラリアアマゾンはまだ始まったばかりと。アマゾンの最大の売りであるプライムサービス、ね、2日で届きますとかね、あのビデオが見れたり、音楽聴いたりするやつ、あれも、えー、つい先々月、6月19日に開始されたばかりです。それとオーストラリア最大の都市、シドニー物流センターもまだ稼働してません。 これは間もなく稼働する予定です。そして購入者をアピールするシステムも日本やアメリカと比べるとかなり貧弱です。そんなわけでね、今からオーストラリアアマゾン輸出を開始して商品探しをしている間にどんどん売れやすくなっていきます。